建築の美と美術。アエセティクス&テクノロジーインビルディングバイピエール・ルイジ・ネルビー。序文より、あらゆる時代、場所を通じて言えることは、建築の一般的概念と、建物が満たすべき機能の定義及びその細部を決定する技術、力学。そして美的展開、これらすべてのものが一体となるべきものであり。この複雑な建築の問題を技術と芸術に分けて考えることは悲壮的な観察に過ぎない。建築は技術であり芸術であるというよりむしろ、技術と芸術の総合でなければならない、ということである。ピエール・ルイジ・ネルビー。イタリアの構造家、建築家。図50トリノの労働会館。内部。この構造体は16本の力学的に独立したキノコ型のユニットで、このユニットは一辺40メートル角の広さで、高さ 20.1 メートルの1本の柱で支えられ、この構造物は幅2メートルの帯状の窓で連結される。建物の面積は2万5000平方メートル。展示用面積は4万4600平方メートルで、国際労働博覧会用に使用後、工業学校に転用される。施工期間が1年で、実際には10ヶ月であった。図51トリノの労働会館。柱の施工状況。移動型枠の組み立てが終わっている。型枠の分割については、各部分が使用クレーンの容量に適した大きさ及び重量であること。また鉄筋の配置やコンクリートの打ち込みの障害にならないことを考慮に入れた。コンクリートの打ち継ぎ部には振り子を避けるために、3.8 センチ ×3.8 センチのメチを断面間に配置した。図52トリノの労働会館。完成した柱。コンクリート打ち継ぎ部の不規則な振り子を避けるために設けられたメチに注意。このメチは6つの部分に分けられた。型枠の接合部に設けられる。取り外された中脚の型枠が見られる。この型枠は再利用される。図53トリノの労働会館。施工の各段階にあるキノコ状構造体。16個のキノコ型構造物は力学的に独立しているから、どの一つでもその構造が完成次第、直ちにその部分の仕上げにかかることができる。写真に見られるように、鋳頭と肩持ち針の取り付け作業や、中2階、1階床のコンクリート打ち作業などは、すべて独立に同時に進んでいる。この解決方法は工期が制限された。このプロジェクトには有効であった。図54トリノの労働会館。中2階床の施工。フェロセメントの移動型枠が採用された。移動足場を使うことによって、屋根の組み立て作業と中2階床の作業がお互いに障害なく進められる。図55トリノの労働会館。施工中。一階床にはプレキャストコンクリート張りが使われたので、その作業の一方では、大きな柱の型枠が組み立てられている。後方ではすでにいくつかの正方形屋根の、ユニットが完成しているのが見られる。図56トリノの労働会館。柱及びキノコ状の屋根構造の施工中の状況。柱1本の施工期間は10から12日短縮され、コンクリート面は完全に平滑であった。
図57トリノの労働会館。鉄骨屋根構造の施工計画図。鉄骨屋根構造と移動足場による中2階コンクリート地の施工計画図で、7月30日か10月10日までの状態を抜き出したもの。小さな円は柱の位置を、点線の正方形はキノコかタユニットを示す。ハッチの部分は中2階床用移動足場の位置を、薄隅部分は完成した床の部分を示す。図58トリノの労働会館。外観。完成した外観。図59トリノの労働会館。中2階床。等応力線に沿ったり物基中2階床。図60トリノの労働会館。天井を見上げず、屋根構造から支持する大きな柱から、独立している中2階床組を示す。図61トリノの労働会館。中2階床の背筋。等応力線に沿った中2階床の背筋。ご視聴ありがとうございました。サンクユーフォーウォッチング。登録をお願いします。Please register.